はい、オープンです。今日は東京都、後楽園の駅の近く来ております。東京ドームがもうすぐそこですね。こちらでね、ラーメンをいただいたことがありきました。こちらの方はラーメンとチャーハン頼みました。半チャーハンですね。いただきます。あ、これ豚骨の使ってるチンタンかな。結構あっさり美味しい。チャーシューうま。パラパラしてるけど。はい、美味しくいただいてまいりました。あの中華のねラーメンというと割とこう本当にあっさりしすぎるぐらいあっさりしたようなねものが多いんですけど、意外とボディがしっかりした豚骨のチンタンでね、今現在のラーメンと比べてもねどっしりしたスープっていうのに関しては引け劣らずで、チャーハンこれがね一つ一つパラパラになったものまた形取ってるんだけども、自分史上一番お米がもっちりしたチャーハンでね面白かったです。美味しかったですね。またいろいろメニューがあるのでね、行きたいと思います。アベンでした。ご視聴ありがとうございます。